後編男子カレーに舞う。まあ給料分は仕事をするだけだが。刀剣男子たちが任天堂スイッチに出陣。刀剣のつくも神が人の形を成した刀剣男子15振り。歴史の改変を企む時間素行軍の魔の手から戦国時代の正しい歴史を守るため、刀剣男子たちが無双アクションで爽快に撃破。激しいつばぜり合いに息の合った連携技で戦場を駆け巡る。本拠地では刀剣男子を自由に配置して彼らの日常を覗き見ることも。刀剣乱舞無双、始めよう。刀剣乱舞無双は2022年2月17日発売。豪華特典がついたスペシャルコレクションボックスも同時発売。